彼女はテストステロンを下げる。落ち着けって、落ち着けって。ね、また常識とかけ離れたことを俺が言うと、<laughs> ってなるやつがいると思うんだけど、落ち着けって、ね、ちゃんと理由があるから。で、この理由聞いたらお前も納得すると思うから。で、対処法もあるからさ。ね、いい彼女を作るなって言ってるわけじゃない。ね、作らない方が多分。 選択肢ととしてはは賢いい思うけど特に若いやつはだけど作ってもテストスロン下がらない方法もあるからそれもちゃんと聞いて最後までいい落ち着けろテストスロンってのは必要な分だけ生成されるわけよいい一日中引きこもってベッドの上でゴロゴロして何もしてないやつにはテストスロンが生成されないテストスロン低いよねそういうやつって。 ななぜならテストステロンを必要とするようなサインを体に送ってないからなんだね。反対にテストステロンを多く必要とするような状況にいる人格闘家、スポーツ選手、消防士、どうどういうイメージあるそういう人たち。もうパッと見でわかるよね。ハイティーだ ね、家の中でゴロゴロしてあのベッドで一日中寝てるやつよりも明らかにハイティーだよね家の中で一日3回しこってあのテレビの画面の前にずっと張り付いてるやつスマホずっといじってるやつより絶対ハイティーだよねなぜならテストステロンを必要とするような生活を送ってるからいい一番手っ取り早くハイティーになる方法はテストステロンを必要とするような生活に自分を落とし込むことなわけよ でそれってのは他の男と戦うこと他の男と競争することこれは実際に研究のデータでも出てる競争の環境にいる男競争の状況にいる男はテストスロンがガンって上がるうんでこんなの言わなくても、まあ、ぶっちゃけみんなも大体わかると思うそれは競争してないやつよりも競争してるやつの方がテストスロン高くなるよって話 なぜなら必要としてるからそのホルモンをう,ん、でそうテストスロンっていうのはもともとそもそも女性とセックスできるような男になるためにその他の男にかつ他の男と競争するためにあるようなホルモンのようなものなんだよいいじゃあこれにおいて彼女が何を男にもたらすのか それかかもたらす傾向にあるのかそこについて話していきたいと思うこれはねもたらす傾向だよもちろんうまくいってる関係性のあるカップルもたくさんいるのは知ってるただ彼女ができた瞬間に多くの男がなりがちな状況について今回喋ってるいいこれはたくさんの男に起きていることね俺の身の回りの友達にも起きてることだし俺にも起きそうになったし 結構いろんな人がたどる道じゃあこれがどういった道かっていうのをこれから説明していきたいと思彼女ができたらお前どうなるまあ嬉しいよね気持ちいいよね保証されたセックスと保証されたチュッチュとハグハグとね気持ちいいもんね最高だよねあの女性の柔らかさっていうのは女性にしか提供できない 最高なものだと思う。美しいと思う。うん、俺も本当に好き、それが。うん、ね男と一緒にいたらさ、ね平子いてさ、あのー、ねあのー、うるせえじゃん、普通に。ちょ、黙ってるよ、ちょっと落ち着かせてくれよ。ね、あのー、柔らかさっていうのは女性にしか提供できないようなものだと思う。うん、ただ、その保証された女性、その保証された心地の良さが、毎日あったら。 お前どうなるもちろんねそのまま自分を磨き続ける男男磨きし続ける男自分をレベルアップし続ける男もいるのは知ってるしそれを女性が助けるっていうね素晴らしい関係性を持ってる奴つがいるってことも知ってるただ多くの男になりがち多くの男が歩みがちな道ってのはその心地の良さに満足して男磨きから足を踏み外すってところ 実際そうじゃないそもそも男みやきし,た理由し始めた理由ってのが女性をゲットするためって,っていう人女性をゲットするためだけに男みやきしてた人にはかなり大きな傾向だってもうゲットしたんだもんね欲しいものなんで続けるの男みやきって話なんじゃ、うん、こういった男に何が起きていくかっていうと週5で行ってたジム週1に 減ります仕事から帰ってきて2時間3時間復業してたのが彼女との電話に変わります彼女との LINE に変わります鶏胸と白米食ってたのがキャラメルフラペチーノタピオカラテとパンケーキとチーズフォンデュに変わりますそれだけじゃなくて朝起きる時間だったり自分が持ってたルーティーンだったり いいろんなものが崩れていく傾向にあるこれは紛れもない事実だと思うまあでも仕方ないものでもあると思うだって欲しいものをゲットしてんだもんなんでそれ以上向上するのってところ戦いから足を踏み外してるわけよで動画の最初にも話した通り戦いから足を踏み外した男はどうなるかテストステロンを必要としなくなるわけよいらないじゃんだってね 全てが保証され全てがもうあるじゃんなんでそれ以上戦うのなんでそれ以上手相するの生成するのうんコンフォートゾーンなわけよこの安心安定ってのは男を退化させる間違いないと思うでここからさらに悲しいストーリーってのがこの男みやきから足を踏み外した男ってのは男としての魅力が 退化していくでそうなるとどうなるかっていうと彼女からだん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 冷められるようになっていくんだねで彼女からだん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 冷められていくのに男の方はたくさんその女性と時間を過ごしていくことによって執着が増えてくるここでその関係性のインバランスが起きる、ね、お前がその子を追いかけるその子はお前から逃げるっていうね こういうダイナミックが起き始めるこれも仕方がないよねだってその女性はもともとお前が頑張ってて向上心があって自分を持ってって自分のやるべきことをやってるお前に惹かれてるわけだから、ね、彼女を優先にして彼女とのデートを優先にして自分の生活投げ出してジム集合行ってたのが週1に変わって自分の軸持ってないじゃん彼女に合わせるようになったらってなると 彼女の目に映るお前の姿ってのは自分も持ってない軸のないザコイ・プシーなわけよ。簡単に流される。うん。でもお前は全てその彼女のために、ね、たくさん時間過ごしてあげてる。ね。一緒にキャラメルフラペチーのタピオカラって飲んであげてる。チーズボンデ食べてあげてる。ね。そのデートのお金も払ってる。なのにお前の男らしの魅力が薄れてるせいで、その全ての まあ努力というか彼女に費やしているエフォートは何にもならないむしろその関係性を悪化させるものになる基本的にこういうふうにしてカップルっていうのは崩れていく多くの場合ほとんどの場合、ね、もしその最初の時点でお互い好きだったとしたらなぜ 男が後々で振られるかっていうとお前が足を踏み外したからお前が本来あるべき男の姿からだん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 かけ離れていったからお前が自分自身を優先せずに彼女との時間を優先して自分の魅力を引き上げることから足を踏み外したから自分を失ったから自分の軸がなくなったから信頼できないんだよね女性からしてすぐに 他人に振り回される男は自分を持ってない男は信頼できない安心できないね一緒にいてねだって何か起きた時に簡単に振り回されるんだよ簡単に操れるんだよ自分の思うように操作できるんだよ弱いっていうことじゃんそれは男として強い男は簡単に操作させられないから それは社会からも女性からも他の男からも自分を持ってるわけよ強い男ってのはで女性ってのはそういった自分を持ってくる自分を持ってる強い男そういう遺伝子を求めてるわけよけどお前にはそのクオリティがないなぜなら全て女性優先にして女性との時間を優先にしてデートを優先にして自分を失ってるから、うん、こうしてお前は 冷められるっていう結果を引き起こすだけど自分はそれに気づいてない全部女のせいにするああこんなに時間過ごしてあげたのにああ一緒にパンケーキ食ってあげたのにああこんだけ一緒にこんだけこの関係をあのよくするために努力費やしたのに違うんだって違うんだって男,男磨きから足を踏み外すことは 終わりりの始ま間違いないよ終わりの始まり常に男は自分のやるべきこと自分の成長自分の将来に向けた行動をしていくことが大事それにおいて彼女ってのはお前に満足感安心感を与えて そその上をを目指すっていう意欲をそぎ取る傾向にあるもちろん中には最初にも話した通りそぎ取らずにお前が上に行くのを支えるような女性もいる、ね、そして彼女ができようと自分のやるべきことをちゃんとやる男もいる。 で自分のやるべきことをちゃんとやってる自分を優先にし自分の目標に向かって動いてってその隙間時間に女性との時間を過ごす、ね、そういうふうに彼女との関係性を捉えてるんだったらお前は男として上に行き続けるしむしろいい息抜きになるからお前の成長をより加速させる可能性もある、ね、じゃあ彼女を作ったら終わりかって言ったらそういうわけじゃないねっ 彼女を作ったことによってどん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 上に進んでいくことができる可能性もあるただもしそれを可能にしたいんだったらお前は自分自身を優先にして自分のやるべきことをその関係性のために譲らないってことジム集合行ってんだったら集合行き続けろ夜の11時にいつも寝てるんだったら夜の11時に毎日寝ろどんなに彼女ができようとねっ それはたまにね一緒にチートミール食うぐらいやったらいいよただ基本的に自分のとってる食事っていうのを崩すなってその女のためにねそういった軸を持った自分簡単に相手に流されない男っていうのは逆に魅力的に映るなぜなら女性からしてお前は簡単に操れるような男じゃなくて強い男だから どっちが弱い男簡単に操れる男と簡単に操れない男ねえ簡単に操れる男だよね弱いのって簡単に自分の思い通りに洗脳できる男だよね一緒に自己を過ごしたいよ今日お泊りしたいよ明日も朝ジム行くんだったら無理だって言えってねそこで 自分のやるべきことを犠牲にして、その彼女のために時間を過ごしたら、お前は彼女のためにやってると思ってるかもしれないけど、それは彼女のためにはなってない。そして自分のためにもなってない。だからお前は両方を失う。男磨きを失い、その彼女を失う,その彼女を失う結果に陥る。これが事実なんだって。でそれをしっかり頭に入れて、今後の行動を取っていかなきゃいけない。彼女ができたにしても、できてないにしても。彼女ができてない男っていうのは、 ね、彼女を作れるような男になるためにね自分の魅力を上げる努力今してるんじゃないかと思う意欲があるから競争に入ってるから他の男に勝つっていう向上心を持ってるからね結局お前自分焼いてるのってのは他の男に勝ちたいっていう意欲から始まってるわけよ、ね、俺は自分のためにいるいや違うってなんで自分なんで,で男磨いてるのなんで自分の魅力高めてるのそれは 他の男がいてその他の他男に負けられないからてそれはもう潜在意識に刻まれているものお前の DNA に刻まれているものそのためにテストステロンはあるだから彼女がいない男女性をゲットしたいっていう意欲を持ってる男っていうのは基本的には向上心を持ってるだからテストステロンが高くなるちゃんと取るべき行動取ってたらねもちろん ね、毎晩のようにポルノ見てしこってて適当にゴミくず生活を送ってたらそりゃその生活に満足するからテソスロンは制成されないけど、うん、似てるよねうというか彼女ができて彼女と多くの時間を過ごしてる男これ心地いいじゃん。 家に引きこもって1日3回しこってダラダラと前に過ごしろこれも心地いいじゃんあにちょっと似てるんだねうんだから両方だから対価の方に進んでいくような生活スタイルライフスタイルだと思うだから、まあ、無意識的にそういう方向に 生きやすいっててこととはちゃんと理解してどんなに可愛い彼女ができてもどんなに最高の理想のタイプのあの子がお前の彼女になったとしてもお前は自分自身を失ってはいけない男目焼きから足を踏み外してはいけない常にお前の目標ってのはレベルの高い男になること自分のスペックを上げること上を目指すことなんだってそれをやめてしまったらお前は対価現状維持の始まりそしてその彼女が に移るお前ってのはザコイプシーとなるお前の魅力は失われて彼女が冷める原因になるだから何度も言う彼女のために自分を犠牲にするな自分のやるべきことを犠牲にするな自分の予定を犠牲にするないい結構言い訳に走りがちな男が多いと思う ああでも彼女の時間を過ごさなきゃいけないから今日はジム行けないわああでも彼女がこれ食べたいって言うからそれ一緒に食べてあげないとあのいい彼氏になれない PussyPussy っていうことなんだな、ね、そう、ね、もちろん一切ねチーズポンデ食べなとは言わないよ 一切そのキャラメルフラペチーノタピオカラーで飲むなとは言わないよお前が実際に飲みたくて飲んでもいいような日なんだったらねチートミールがかチートデーとかねそういう日で一緒にじゃあその日に行こうよって予定立てた上でやるんだったらいいよ月に1回月に2回うんただ彼女のライフスタイルをそのまま自分に適応して彼女と同じような生活を送ってったらお前は大河の方に走るよって話い,い俺の言ってるこのメッセージ俺の伝えたいメッセージっていうのを履き違えて すぐに過剰反応するなよ。ね。<laughs> ちゃんと理解していただければ、ちゃんと理解していただければいいなと思います。ってことで、気をつけて。気に,気にするべきことじゃなくて、やるべきこと。きついときこそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。